はい、じゃあよろしくお願いします。今回は小学校4年生の算数、面や辺の垂直と平行についてお送りします。で、もしかしたらこの4年生の動画をね、ずっと見てくれている方は、あれと、ちょっと雰囲気が違うぞと思う方いらっしゃるかもしれないんですが、ここの動画だけ撮り直しをしてます。だから4年ぶりかなに今撮ってるので、ちょっと雰囲気が違うと思うんですが、同じ人が喋ってますので気にせず聞いてみてください。で、今回はこの10問やっていくんですけど、まず最初にちょっと問題の説明をさせてください。ここの問題、展開図があります。組み立てようって書いてあるんですけど、これを組み立てた時に、手前はこのかの面が来ます。下はうの面が来ます。うとか赤のところは固定した状態で、じゃあ、左と上と奥と右は、あ、い、え、おのどれが来るかなっていうのをまずここに埋めてください。これが最初ね。で、それが完成したら、この見取り図。今ね、作った見取り図を使って、右の問題を解くという流れになってますので、ぜひね、ここで一回動画止めてもらって、一回チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、ちょっとね、わかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、全部解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まずこの組み立てる方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では早速ね、組み立てていきます。で、この展開図とか、まあ、組み立てたね、見取り図とか苦手な方多いと思いますので、今回この組み立てる前のこのね、展開図ちょっと作ってみました。ちょっと見にくくてごめんね。まあ、こんな感じかな。奥に映ってるね。で、一応同じ形です。で、もし保護者の方がね、一緒にご覧になっていただいている場合は、これは適当というか、こんな感じでも構いませんので、作っていただけると分かりやすいかなと思います。もし時間があればよろしくお願いします。で、今、決まりが、う、このね、真ん中のこのうが下に来てほしい。下。で、手前にこのかが来ます。みんなが見てる方ね。手前側ね。じゃあ、どう折ればいいかっていうと、ちょっと斜めにするよ。ここのか、あるよね。これを、このまま折ってくればさ、こうなればかが来るね。ちょっと見にくいけど。こうやって、かになってる。つまり、この状態で手前を折ってくればいいっていうことが、まずイメージできるといいね。いいかな？そうすると、これ、手前に来るでしょ？じゃあ、このイはどこに来るって言ったとき、これ、このまま来るから左に来るよね。みんなから見て。もちろん、絵はみんなから見て右側に来るし、上にあったアはこうなってるから奥になるよね。かが手前に来るから。っていうのがわかるので、まず、左と右と奥を先に埋めちゃいましょう。よし、ちょっと待ってね。色がなかった。これちょっと青にしとこうかね。なので、イが手前、左だね。左に、イが来る。で、エが右に来るから、右が、エ。で、奥が、アだね。で、この組み立てるときは、やっぱり一番遠いところが難しいんですけど、これ見てわかるように、あ、い、う、え、かはもう終わってます。じゃあ、上は何って残ったのが来るよね。つまり、上は、おが来ますよっていう。これで OK です。で、一応どう来るかっていうのを確認しておきましょう。もう一回出すね。こうね。で、絵がさ、こう右に来るじゃん。そしたら、絵にさ、おがくっついてきちゃうんで、それが上からパタンって蓋する感じ。見にくくてごめんな。こういう感じね。いいかな。これが、まず、見取り図。ね、展開図から組み立てたらこうなりましたよっていう問題。で、それを使って右の問題をやっていくんですが、まず、このね、面とか辺の平行垂直苦手な子もいると思うんですけど、面、か、かってどこだっていう手前だね。手前のかと平行な面はって聞かれてます。で、これね、右の問題って種類が実はいくつか分かれていて、まず上の2つ、5番、6番っていうのは面と面の話をしてます。だから、面に平行な面はって聞かれてるのね。で、前もね、勉強しましたけど、ちょっとノートとちょっと出しますね。面あります。面があります。ノートだけど。これが平行っていうのは、こういう状態です。見えるかな？こういう。伸ばしても交わんないよっていう、こういう状態。まあもちろん縦でもいいけどね。こういう状態。これが平行です。で、じゃあ、今ね、このも、立体で考えたときに、手前がかです。じゃあ平行なのどこって言ったら、これ奥になります。奥。で、形が違うんですけど、ティッシュ使います。例えば、このティッシュの時に平行な面と面ね。手前、ここです。これと平行なのは奥です、ここ。こういう状態。これがそう。これが平行。
だからもし他の問題で左側と平行な面はって言われたら右です。こことここが平行。上と下ももちろん平行です。っていう風のを覚えておくといい。いいかな。だから面かに平行な面は奥なのであだね。で答えるときはちゃんと面をつけてください。これ先生によってはねつけないと罰とか減点されちゃうからさ、もったいないからね。面あと、これがまず5番の答えです。じゃあ次、面と面なんだけど今度垂直はどうなのっていう話になります。もう一回ティッシュ登場します。でまずね、うとちょっと関係なしにこっちからいきますね。立体があったときに下をちょっと考えますね。この面と下ね、下と垂直な面ってどこかなって考えたら、これは立ってる部分が全部答えになります。例えばこれだったら左側、右側、手前、奥、これが全部垂直な面になる。なぜかっていうと、さっきのね、またこれ出しましょうか。面と面の垂直っていうのは、これが面があったらそこに立てたら全部垂直です。なぜなら90度だから。こう立てても90度、これでも90度、これが面と面の垂直なので、この子で考えた時に下と立ってる部分は全部、ここもね、右も左も奥も手前も全部立ってるからさ、だから垂直になります。で今6番の問題はちょうどね、面うに垂直、面下だからね、うは下だからさ、そこに垂直なので立ってる部分全部答えになる。つまりまあ、上のねおがまず答えじゃなくなるので、いとかとあとえ全部答えなので、順番に書いていこうか。これを面つけましょう。ちょっとね時間かかるけど待ってね。面あと今答えだね。いとんうはどこうはダメか、うはもともとだもんね。えかこれ右側がちょっとギリギリになっちゃったね。面か、これが答えになります。ちょっと下げますね、ごめんね。よいしょ、いいかな。これが面と面の問題です。じゃあ次がこの7番8番は辺と辺の話になります。でこれはね結構ずるというか考えやすくって、まずAD に平行な辺を聞かれました。AD に平行ね。AD ってここですよね。で、今まあこれちょっと形的に立方体みたいになってますけど、立方体とか、こういう真四角ね。とか、ティッシュみたいな、こういう形、今直方体ですね。これとかもそうなんですけど、こういった形って、こう書いた時に、横の線、ね、横ね。横の線か、まっすぐ縦の線か、斜めの線の3種類しかないのね。3つしかない。で、平行っていうのは、今 AD って横でしょ？横。だから、他の横は全部平行です。なぜなら、辺と辺は、こういうのが平行だから。同じ横と横ならずっと交わんないからね。つまり、今 AD、横なんで、残りの BC、FG、EH、これが全部平行です。これが辺と辺ね。なので書いていきましょう。で、この答えも忘れずに、辺を書いていきます。辺 BC と BC と FG、 辺 FG と辺 EH、 よいしょ、この3つが答えですね。これが辺と辺の平行の問題の考え方でやってください。で、次が、辺と辺の垂直になります。で、ただこの問題は、点 A を通ってっていう条件がつくので、そこだけちょっと気をつけなきゃいけないんだけど、今 AB だよね。ちょっと塗ってみようか。ここです。この子と垂直な辺を考える。で、垂直っていうのは90度です。辺と辺だったら、まあ、こういう風に、こういう感じだね。90度で交わったら垂直になるので、今 AB と、まずここ、AD。この子90度です、ちょうどね。で、もう、こっちの BC も AB と BC90 度になってます。いい？で、忘れちゃいけないのが、あと2本。まっすぐ下の、ここ。AE も AB と AE は90度。そしてこっち側。AB とまっすぐ下の BF。
これも90度になっているので垂直の辺になります。この4つね、本当はね。ただ点 A を通ってって言ってるから BF と BC は A を通ってないんだよね、この子。だから答えとして使っちゃダメなので、今 AD と AE、 この2本が答えになります。書こうか。辺 AD と辺 AE ですね、この2本となります。これがね、今取り直し今してるんですけど、ここの問題がね、間違っちゃったんですよね。そう、前の解説で。で、今取り直しをしてるんですが。で、最後の2問は、上が面と面。ここが辺と辺。じゃあ、ここは面と辺です。いい、最後はね。じゃあ、面、あに平行な辺はと聞かれました。あは今、奥です。いい、奥。で、奥にね、平行な辺を考えるときは、まず先に面を考えちゃった方が楽です。面を。なぜかっていうと、今さ、あが奥でしょ？じゃあ、それに平行な面、上でやったね。平行な面はって言われたら、奥のやつに平行なのは手前ですよね。奥と手前が平行だから。だから面だったらここなの。で、なんでそれを目印にするかっていうと、今囲ったこの四角ありますよね。ここにある辺は全部答えなんです。だから、面を考えちゃえば、ここだよねって。じゃあ、ここで使ってる BC、CG、あと FG、BF っていう。この4本が平行な辺。で、やっちゃえば間違わないので、まず面から探していきましょう。で、まあ、答え書いちゃうと、辺、BC と BF いこうか。これ4つ答えあるけど、順番ね、バラバラの。俺、自分と一緒じゃなくて大丈夫だからね。BF、あと FG と CG か。辺 CG とちょっと下行きますね。辺FG。この4つが答えになります。で、最後面、あ、また奥ですね。奥の面に垂直な辺を考えます。で、これはね、ちょっとこっち使います。ティッシュね。まあ、奥なんですけど、説明上ちょっとこっちで行きましょう。今じゃ上を主役に考えてください。この面と上ね。面上と、垂直な辺って言われたら、これが机だと思って。机。の時、上にさ、机書くところがあったら、そこに足が必要だよね。こことか、あとこっちもね。足。あとこっちも足。四つ。そこが全部垂直です。いい？だからどこ来ても OK なんだけど、じゃあ奥で考えたら、これこっちで行こうか。ちょっと点線使うね。この奥の面がありますね。奥の面をじゃあ机だと思ってよっこいしょって起こした時の足はどこかって考えると、ここがまず足、ここも足、この AB も足、ここが足だよね。よっこいしょって起こしたら、その足の部分が全部垂直って思ってください。もちろんね、そんなよっこいしょって一回一回起こさなくても分かる方はそれで全然いいんだけど、もし分かりにくかったらね、起こしてもらって足の部分が垂直なんだと思ってください。じゃあ全部書いていきましょう。辺 AB と、一応アルファベット順にしようかな。 CD で、EF でいいか。 EF、 そして最後辺 HG か。うん、GH だね。よいしょ。いいかな。まあ、こんな感じになります。まあ、基本的には面と面、そして辺と辺、面と辺っていうこの3つのタイプがあるんですけど、それぞれの考え方を押さえてもらえれば、みんなのね、計算ドリルとかでも解くことができると思いますので、よかったら参考にしてみてください。では今回はね、4年生の面や辺の垂直と平行やらせてもらいました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。